私は常に強い者の味方だ。26回目の動画で日本は朝鮮と日朝修好条約を結んで独立と近代化を支援しましたよっていう話をしました。今日はその続きです。朝鮮っていうとなんかまともな人はいないみたいなイメージがあるんですけども、そんなことはないんです。朝鮮にだってまともな真人間はいたんですよ。日本と国交を結んだ朝鮮では日本の近代化を見て朝鮮もこうならなければならないと本気で考えて、朝鮮の近代化と独立を目指した人たち、いわゆる改革派っていう人たちが出てくるんですね。金玉金さんが有名ですね。ただね、そこは朝鮮半島ですから、今も昔も親日派は悲惨な死を遂げるか裏切るっていう法則があるんですよ。悲しいことに。まずは明治15年です。ビンピって人が日本の指導のもと軍政改革をやったんですね。そうすると軍隊を新しくしますから、それまで軍にいた人たちは失業してしまうわけです。で、それに目をつけた大院君って人が自分がトップに立つために、その失業した兵士たちを焚きつけてクーデターを起こすわけです。その結果、日本公使館は焼き打ち、日本人外交官を殺しまくるっていうとんでもないことをやってのけたわけですね。こんなことされたら今も昔も戦争ですよ、普通。しかし当時の日本は朝鮮に早く近代化してほしいわけです。だから仏の心でこれを許します。賠償のために条約を結んで10年がかりで分割払いで払えってことになるんですけども、最初の2年分は対処にかかったお金の対価としてもらうんですけども、残りの8年分はなんと朝鮮の近代化のために役立ててくれってことでもらってないんですよ。それだけじゃなくて軍艦と大砲まで与えて支援してるんですよ。ところが日本がここまでしてるにもかかわらず、助けてもらったビンピはっていうと改革を諦め清国に近づいていきます。まあビンピにとっては大院君に勝てさえすればあとは何でもいいってことですよね。きっと彼らにとって助けてもらうってのは当たり前で、恩を返すなんていう概念はないんでしょうね、おそらく。で、2年後です。今度は金玉金を中心としたやっぱり朝鮮も近代化しないとダメだっていう人たちが現れてクーデターを起こします。すると敏輝は先ほども述べたように清国に取り入ってますから、当然清国に泣きついてこれを鎮圧してもらうわけですよ。結果またしても日本公使館は焼き打ち、首謀者の金玉金は日本に亡命して福沢諭吉にかくまってもらうことになります。しかし自分が日本にいては朝鮮の発展は永遠に望めないということで、自ら朝鮮に戻ってしまいます。結果惨殺されてソウルに死体を晒されることになってしまいます。この後大使館焼き討ちの落とし前として賠償金を払わせ、裏にいた清国とは天津条約を結ぶことになります。天津条約っていうのは、今後清国とか日本が朝鮮に対して兵を出すときには事前にお互い通告をしましょうねっていう約束です。要するに日本も清も朝鮮の内乱に振り回されて必要のない紛争に巻き込まれてしまって迷惑してたんですよ。北隣には日本と清とおまけで朝鮮が束になってもかなわないであろうロシアがどんどん南下してきてるのに、こんなことやってらんねえぞっていうことで、緩衝地帯に朝鮮はとりあえずしとこうということになったわけですね。そんな状況で朝鮮は日本も清も頼れない状況になるかもしれない、じゃあどうしようってことで、今度はロシアに媚びを売り始め、東アジアの緊張をさらに高めてしまいます。もうほんとブリブリ左衛門もびっくりなレベルで、強い方へ強い方へと媚びていくわけです。他力本願もここまで来るといっそ清々しいですよ、ほんと。後に解説しますが、日清戦争で日本が勝つと清はダメだってことでロシアになびいていき、日露戦争で日本が勝つと今度は日本の方にすり寄ってきますからね。そのくせ終始日本のことはバカにし続け、今でも自分たちは世界の中心だと思ってますからね。本当歴史を直しろって話ですよ。次回32回目では命がけで金玉金をかばったり朝鮮半島の近代化に力を貸したにもかかわらず裏切られ続けた福沢諭吉さんが出した脱亜論について解説していきたいと思います。 YouTube でご覧の方は動画下のチャンネル登録ボタンから、ニコニコ動画でご覧の方は動画右上のお気に入り登録ボタンから登録をよろしくお願いします。